ユルス・アントニウス、紀元前43年紀元前2年は古代ローマの人物。マルクス・アントニウスと、その3番目の妻フルーヤーの次男。失政官、アジア属衆総督などを歴任した。アウグストゥスの娘ユリアの愛人として知られる。ド同母兄に、マルクス・アントニウス・アントゥル,ルス。妻は、義妹でもある大マルケッラ。他多数のイフ兄弟、イボ兄弟、 ギリの兄弟がいる。マルクス・アントニウス・ユールスの生まれた、紀元前43年の10月、父・アントニウスは、それまで対立していた、オクタヴィアヌスらと手を組み、第2回三党政治を成立させた。それに伴いオクタヴィアヌスは、アントニウスのギリの娘で、ユールスには、イフアネにあたるクロディア・プルケラと最初の結婚を、することとなったが、 彼女と床を共にすることのないまま紀元前41年に離婚した。フルウィアはこのことを一族に対する侮辱と捉え、ユルスの叔父であるルキウス・アントニウスと共にイタリアで放棄する。フルウィアとルキウスの軍は一時ローマを占領したものの、結局ペルシアに交代した。紀元前41年から翌40年にかけての冬にはオクタウィアヌスによる兵糧攻めに遭い、 幸福に追い込まれる。フルウィアは死境に脱出するが、そこで病を得て休止した。フルウィアの死の同年、父アントニウスは、オクタウィアヌスの姉小オクタウィアを妻に迎える。この結婚は、元老院の圧戦による、政略結婚で、当時オクタウィアは、先府、マルケルルスの子である小マルケッラを妊娠していた。 にもかかわらず、オクタウィアはアントニウスに定粛な妻として使え、またユルスなどアントニウスの子供たちには、自身の子供たちと同様の愛情を注いだ。紀元前40年から36年にかけ、夫婦は、アテナイに邸宅を構え、また一家で、各族州を旅した。この間オクタウィアは、ユルスには、イボ妹となる二人の娘大アントニアと、 コアントニアの姉妹を設けている。しかし、紀元前36年、アントニウスは、オクタウィアとローマにいた子供たちを捨て、かつての愛人、クレオパトラのもとへ走った。紀元前32年頃には、夫婦の離婚が成立し、ユルスとそのイボ妹たちは、ローマのオクタウィアのもとに引き取られ、兄のマルクス・アンティルスは、父に従い、エジプトに残った。紀元前31年、 アクティウムの海戦で、アントニウスとクレオパトラの艦隊は壊滅し、アントニウスたちはエジプトに逃げ帰ることとなる。紀元前30年秋、オクタウィアヌスは、アグリッパと共に、エジプトへ侵攻した。逃げ場を失った父アントニウスは自陣し、クレオパトラもその後を追った。こうしてオクタウィアヌスは、エジプトの支配権を掌握し、ローマのハントに組み込んだ。そして、 紀元前27年、ローマへ凱戦したオクタウィアヌスは、アウグストゥスの称号を受ける。アウグストゥスは、ユルスの兄マルクス・アンティルスや、義系のカエサリオンらを処刑する一方、アンティルス以外のアントニウスの維持、すなわちユルスや、ダイアントニア、ショーアントニア姉妹、そして、クレオパトラの間に生まれた三人の子らには寛大な、対応を見せた。彼らは、オクタウィアのもで、 ローマ市民として育てられ、ユールスはこのまま母の引き立てにより、宿敵の子であるにもかかわらず、アウグストゥスからの境遇を受けることとなった。ユールスは、オクタウィアの求めにより、オクタウィアがマルケルスとの間に設けた娘代、マルケッダと結婚する。マルケッダはもともと、アウグストゥスの名優、アグリッパの妻だったが、アウグストゥスが、自身の娘エリアの再婚相手に、 アグリッパを指名したため、紀元前21年に離婚させられていた。二人の間には、ルキウス、ガイウス、ユ・ラ・アントニアの三人の子が生まれた。このうち、ガイウスは、おそらく若くして亡くなったと思われる。ユールスは、紀元前13年に、プラエトル、紀元前10年には、ポンスル、さらに紀元前7年には、アジア属州総督に就任するなど、 アウグストゥスからの尊重を受けていた。またユルルスもアウグストゥスのためにガリアでの戦勝を称える詩を書こうとしていたとホラティウスが言及している。ユルルスは詩人でもあり12編の詩を書いたことが紀元前13年以前にジオメジアに記録されており、これは現在まで残っている。ユリアしかしいつからかは定かではないがユルルスは アウグストゥスの娘ユリアと不倫の関係を結ぶこととなる。ユリアはアグリッパが紀元前12年に死ぬと義兄にあたるティベリウスとの結婚を強いられたものの、間もなく夫婦関係は破綻を迎えた。ユリアは自身の欲求を満たさないティベリウスとの離婚を熱望し、そしてそんな彼女を受け入れたのがユル,ルスだった。紀元前8年、ティベリウスはユリアと 彼女とアグリッパとの間に生まれた5人の子供たちを残してローマを去った。立場に不安を感じたユリアは子供たち、特にアウグストゥスの後継者であるガイウス、ルキウスの後ろ盾を求めてユルスに接近した。同時代、そして近代の歴史家が共通して示唆しているところでは、ユルスはアウグストゥスに対する陰謀を企み、ユリアとの結婚、そしてあわよくば、 ガイウスとルキウスが青年に達するまで一種の接触政治を行うことを望んでいた。もっともユリアは父アウグスティスと自身の息子たちを危険にさらそうとは思っていなかった。彼女が目論んだのはディベリウスとの離婚とユーデルスを息子たちの後見人にすることだけだっただろう。二人の関係は紀元前2年に終わりを迎えた。アウグスティスが ユリアの放らな性関係に対して動き出し、ユリュスが彼女の最も重要な愛人であることが白日のもとにさらされたのである。ユリアと関係を持った他の男たちは国外追放に処されたが、ユリュスのみは外観罪で死を宣告された。その直後、ユリュスは自殺した。ありがとうございます。